どういった点で一致できたのか、はい、教えていただけますか。また尖閣諸島のことについては立場の違いはあるが、これを対話と協議によって解決していく努力が重要であるというご指摘がありました。政治対話を重ねて日中の首脳会談がに至るように双方が努力をしていくことが重要であるというご提案を申し上げたわけであります。それに対応してハイレベルの対話が重要であり真剣に検討いたしますという総書記のお話があり、さらにそれに向けて環境を整えていくことが重要であるというお話につながったものであります。ありがとうございました。はい、これが20分後です。